です。はい、今日は何ですか？10月24日です。どっかに連れてかれる。ご飯食べに行きます。ご飯食べに。どこだか分かりますか？あ、分かりました。お、じゃあ行きますか。え、あそこです。あ、やっぱり。どこだか分かる。2人の出会いの場。お、出会いの場ではない。わかった。この2階。そうです。どこですか、これは。付き合った日の。お、そうです。この上。そう、ザ・ストリングス。お、何年前ですか？4年前。そう。じゃあ行きましょう。じゃあ乾杯。メリトー、うん、あ、おいしい。じゃあ今年の抱負お願いします。出た。今年はどんな1年でしたか？マイが頑張った1年です。自分のこと言ってよ。自分はどんな1年だった？成長です。どこが成長したの？知識です。例えばコピーライティング。よかった。200万をパーすぐ投資しちゃう。でも学べることがあるのはいいことだ。あ、なるほどね。だって学ぶことがないってさ、寂しい。ワン君はどこを目指してる？僕はやっぱり世の中さ、自分でキャッチできない人っているから、その人たちに教えてこう成果を上げさせて。どんな成果？それぞれ理想は違うと思うんですけど、その理想を叶えるためのサポート。自分は どんなところが理想なの？やっぱりなんか自分たちと気が合う仲間たちと一緒になんか時間を過ごしていきたいなと思って。そうね。それこそさ、今日起業家仲間が来てくれたり、わざわざ時間をさ、割いてくれるって嬉しいと思う。そうね、よかったね、そういう人がいて幸せ者だね。それこそさ、うちらのその能力っていろんな人を助けられる能力だと思うから、そういうところをもっと深めていきたい。そういう意味でも自分の知識を増やしていきたいなって思う。なんか、あ、もし自分の知識があったらもっとこの人を助けられるのになみたいなところがない状態にしたい。だからなんか自分の足りない部分をどんどん補ってきて、あ、ここわかんないなってところをなくしたい。なんか自分のためっていうより他の人のためにやりたいみたいなところは強いと思う。そうね、なんか昔からそうだね。パン食べましょう。すごい美味しそう。美味しそう。そして自家製パン。美味しい。だから結局自分が今までにやってきたことが、それが土となり、そこに花が芽生えて、でそこに蝶々が集まってくるっていう。蝶々っていうのはお客さん。だからその自分がどんな土を持ってるかっていうので変わるっていうかさ。そう、まあ、土って何かっていうところだよね。多分自分がめちゃくちゃやってきたことだと思って、苦労してやってきたことっていうよりはもう好きでやってきたことみたいなのが近いのかなと思って。あ、確かに。なんか別に俺動画をやりたいわけではないんだよ。動画で残したいんだよ。動画は別に手段でしかないっていうか。だから俺的には人の人生の一部を残せるみたいなところが、これは動画の価値のような気がするんだよ。まあ俺が思ってる動画の価値は。じゃあ今まで自分が作ってきた動画の中で一番価値高いなって思うのってどの動画？いや違うんだよ、どれが価値が高いかじゃなくて、その出してきた動画たちが価値があるんだよ。だから動画はあくまでも1ページなんだよ。だからそれが集まって本になるみたいなイメージ。すごいロマンチックだね。いいですよ。なんかこうやって自分がなんでこれをやってきたのかっていうのが明確になるといいですね。ご飯が来ました。チキンです。メインディッシュサーロイン。前はどうですか？私は自分がいいなって思うところにフラフラっていくタイプ。マックはどっちかっていうとこう人を先導していくタイプなのね。私はなんかやっぱり2番手気質なのかもしれない。あ、そうかも。うん、
今はどういうことに時間を使っていきたいの？マクの授業伸ばしていきたいなと思う。なんかやっとこれだと思えるものに出会えたっていう喜びというか、ずっとそれこそマクはなんか土があるのになかなか霧が晴れないというか、なんかもっといいコンセプトあるんじゃないかっていうのはね、ずっと思ってたところではあるんですよね。あとは毎年違うところは売り上げを追わなくていい状況っていうのはめちゃくちゃ俺の中ですごいいい状態っていうか、でもさ、それが私あるべき状態な気がするけどね。なんか売り上げのために商品を売るってやっぱちょっと違うというか。そうなんだよね。まあ俺 YouTuber 出身、 YouTuber って別に売り上げのためにやってないんだよね。でチャンネル登録者のためにやってないんだよ。もちろんさ、やってる中で登録者が増えてきて目標を掲げるみたいなのあるけど、そもそも見てる人に楽しんでもらいたいみたいなところがやっぱり YouTuber はあるんだよ、うん、あ、そういう意味でも自分に矢印が向いてるか向こう側に矢印が向いてるかで得られるものって変わってくると思ってる。でもそういう意味で言うと、私も宴の最初の動画とかはそういう下心なかったもん。こういうので困る人がいるからこういう情報あったらいいよねっていうの、うん、そうね、俺もそうだね。髪の巻き方動画とか出してたのはそういった理由からスタートだし、その後にもさ、いろんな動画出してたけど、それってこういうのに悩む人いるからこういう情報あった方がいいよねから作った、ね、なんか微妙な違いだけど、その物事の見方って重要だよね。この会話でいろいろ見えてきました。よかったね、誕生日の日も見えてきた。だから俺とかさ、別に再生数一切見てなかったし、収益も別にどうでもよかった、とにかく本数を増やしたかった。アニメとかもやってたもん。初めて半年ぐらいでゲーム実況になる、モンストが流行って、でもやめちゃったの。なんでやめたの？伸びなかった。伸びなかったから数字気にするやつ。違うよ、求められてないと思ったから。おー、すごい、おめでとうございます。あ、はい、ぜひ。2歳ケーキ入刀いきます。あ、来た。うわー、うわー、すごい。おー、よいしょ、よかったね。はい、お、何だったこれ。どうぞ、誕生日おめでとう。何でしょう。いきます。整い出た、整いキットだ。整いグッズ、瞑想サウナハット。顔が隠れない。そう、ありがとうございます。サウナ頑張ります。ちょっとマー君さ、自分のイヤホンして。え、じゃあスマホを開いて。開きます。お、ありがとうございます。ゆうすけさん。すごい。王子、王子、王子。おい、夏子さん。おい、ダルビさん。え、カンナさん。え、おさるさん。おさるさん。あ、終わった？おはようございます。どうですか？感動です。感動？本当に？みんなにお願いして動画を撮ってもらいました。ありがとうございます。皆さん、やっぱりね、仲間がいることっていいっすね。いいね。じゃあ何歳になったんですか？39になりました。あともうちょっとで40です。今年のじゃあ抱負をお願いします。今年のさ、5月にさ、姉ちゃんが40歳になって家族で北海道行ったんですけど、両親にこう恩返しできてね、それをしていきたいです。39歳のテーマは恩返し。大事だよ。じゃあ39歳頑張ってみます。なんでこの動画を集めようか。なんかあんまり欲しいものってないのかな。でもなん
動画ってすごい心に残る、うん、まさにね、さっき言ってた話じゃないけど、誰かのための動画であるっていうか、そう、実際にどうですか、動画をもらってあやってる、嬉しい、普通にさ、メッセージでもらうより嬉しい、感動した、ありがとう、動画の価値ってもちろん今受け取った時の感動の気持ちもあるけど、それを数年後に見返す時の価値もめちゃくちゃ大きいんです。このビフォーアフターみたいなところがさ、自分の人生においてさ、成長だったりとか気持ちの変化みたいなところが価値になるよ。え、おさらさんに頼んだの？頼んだよ。お誕生日おめでとうぐらいでいいので、動画をいただけないですか？ありがとうございます。運営メンバーは結構ここのところさ、一緒に過ごす時間が長かったら嬉しいかなって思って、びっくりした。今日はたくさんサプライズがあった。ありがとうございました。皆さん動画を送ってくださって、まあ、やっぱりなんか誰かのために今後はやっていきたいなと思って頑張ります。頑張ってください。また今年も頑張ります。では。